今回も始まりました猫でボバンチ。私猫ビジョンの北谷重智とボバンチ雑貨研究所大塚千尋でお送りします。よし、こんにちは。こんにちは。どうですか。どうもこうも。どうにもこうにも。どうにもこうにもというか。どうにもどうしたんですか。いやいや、まあ、大変ですね。大変です。この間、そうそうそう、なんか告知したあったのイベントどうやったんですか。イベントはでもね、雨やったんですよ。もう外のイベントですもんね。ですね。あの、漁業の見学とか、ね、船に乗ってもらったり。はい。ね。あ、まあまあ、海祭り氾濫っていう形で。うんうん。で、そうですね。なんだろう。これ釣りする人が知ってはるかな。スポーツ&フィッシングニュースっていう、雑誌というか。はい。元はなんか、ちょっと、新聞的な、感じの媒体やったんですけど。はい。まあ、後に本になって。で、はい。それのね、編集長。はい。フィッシュマンの、まあ、加山先生。はい。加山先生がね、まあ、大阪の、まあ、阪南の海での、漁師さんと、はい。組んで、はい。ね、やってらっしゃるイベントでお手伝いに行ったわけなんですけども。うん。はい。で、まあ、僕も役に立たず。具体的に何のお手伝いしちゃったんですか？動画撮りに行ったりとかですか？まあ、写真を撮ってイベントのレポートとかをね、最終的には書かないかな。じゃあ、まあ、取材をしてっていう感じですか？で、僕が行ったコースのレポートがね、割とその、はい、非常に簡潔に、簡潔にまとめられてて、はい、あとはあの、ウォルトンの北原さんとか、はいはいはい、あと、割と物を書く、物書きの、ちょっと、プロな、ね、はい、方だったんで、はい、非常にね、素晴らしいレポート、なってて、それを見たときに、僕のとこだけ、やったら短くて簡潔で。うん、短かったって、簡潔にしたっていうことでしょ。あ、いや、なんか頑張って書いたんですけど。何ですか？頑張って書いたんやけども、薄かったみたいな感じですか？なんかね、まあ、小学校の読書感想文的な感じです。今日はなんとかでしたっていう。雨が降りました。大変でしたみたいなのに感じかな？ニュアンス的に。いやいや、読みやすくていいと思いますけどね。うん、まあ、大人が書く文章としては、その、これちょっと、ないよなーって、まあまあまあ、いいんですけどね。なんか頭の悪いのが、割となんか、さらけ出されてる感じが。いやいや、いいじゃないですか。でも、結構、ブログ的なものを書かるときは結構書かるじゃないですか。あー、でもね、ちょっと真面目なものを書こうとしたら結構しんどいじゃないですか。まあ、そうですね。僕も、そんなよう書かん方ですからね。まあね、いやでもまあ、でもあれでしょ、コラム前やったはずじゃないですか、なんか本、そういうのも読んでたら面白かったから、多分それも簡潔にはなってるけども、読むと面白いんちゃうんですか。まあまあ、そういうノリを求められてないっていうかね。ああそうか。まあ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 いいや、うん、まあでもそんなんでね、ちょっとまあ雨っていうこともあってね、はい、まあ、そういう意味ではちょっと残念だったんですけども。うん、で、タッチプールでお魚も触れたり。あ、で、目玉は、その、阪南で取れたお魚の試食会みたいな感じで。ああ、それいいですね。いや、めちゃめちゃ、うまかったっす。ああ、食べはった。もちろん食べたんです。エビのね、はい。結構大きいエビ。何エビなのかな、わかんないですけど。で、地元で取れるんでしょうね。それちょっとチリ風味の味にしてあったりです。で、あと、穴子か。穴子ちゃうわ。ハモか。ハモやな。骨切りするやつね。はい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 。ハモの、はい。なんかスープがもうめちゃくちゃ美味しくって。あ、それうまそうですね。それもなんかもう、心から温まりましたね。当日やっぱ寒かったんですか？寒かったです。まあ、雨やったんでね。はい、まあ、寒いまではいかないけど、やっぱちょっと肌寒かったんで。うん、で、あと、タコ飯。
あ、タコ飯いいですね。先週のあの、泉だこ。泉だこっていうのがあるの？あの、明石のタコよりね、はい。ちょっと柔らかい感じなんで。ああ。じゃどっちがいいかってやっぱりその好みはあると思うんですけど。ああ、そうですね。ね、その、泉だこ、先週のタコ、また、すごく美味しくて。タコ飯が、めっちゃうまい。ああ。行ったらよかったんだ、僕も。で、まあ、試食って言っても、そんなめちゃめちゃちっちゃくなくて、はい。ちょっといい感じに食べれるんで。あ、そうなんですか。うん、それは、こう、いくらか参加費払って。いやいや、これ無料なんで。あ、全部無料なんですか。ね、これみんな来たらよかったのにっていう。いや、それはすごいですね。ね、そういうの仕掛けてはるんで。で、まあ、手伝わせていただいて、僕も本当に、はい。ね、むしろ、いろいろ勉強になってどうもありがとうございますっていう話なんです。はい、うん。なるほど、ね。いいじゃないですか。またこういう機会があったら告知するんで。はいはい。ね、いいですね。また来てくださいよっていう。はい。これ、なんか、猫でおばんちを聞いて、来ましたとか言う人 いらっしゃってない。いやー、うん。ないと思います。あの別に、ないと思います。ね、猫でボバンチを聞いたから別に何か、何かもらえるとか、そういうことはないです、ね。まあ、ないですもんね。うん。ああ、それなんかその、記事みたいなどこで読めるんですか？大阪府、なんだろう、言ったかな。ちょっと待って。ちょっと待って。こうしたら出ます？ああ、こうしたら出ます。ここのホームページに、はい。見れますっていう。ああ、うん。それはやっぱり、あれですもんね。ここで読んでもらって、いかに、こう、濃縮された記事であるかっていうことも、あんて笑ってるやん。ちょっと、すいませんっていう。見ないで。立派にこう、ギュッとこう固められて、うん、内容の濃い、うん、短くて濃いやつをね、うん、体験してもらうということ。ね、はい。あ、はい、今見たら分かった。あの、大阪府豊かな海づくり評議会。はい。で、今まあ、ホームページになるんですけども。ああ。はい。評議会なんか。うんですね。漁師さんも。こうですね。そうです。漁師さんも一緒になって、はい、その、なんだろう、どんどん取っていくだけではね、お魚も、うん、まあ、減っていってしまったりとか、はい、これからね、あの、次に続かなくなっていくんで、漁さんもいろいろ考えてるんですよ。で、放流とかね、年何回かこれでやりましたし。はい。うん。で、いや、もっとお魚も釣れるようになったら嬉しいですもんね。いいイベントですね。家族でも楽しめるみたいな感じですしね。うん、お魚好きな人はぜひっていう感じですね。ぜひ。またいずれそういうイベントがあると思いますので。あったらまた紹介します。はい、お待ちしております。はい。ということで、あとは、はい、ボマンチさん。ボマンチさんは何か。いい時間ですよ。お、いい時間だね。とりあえず。ボマンチさんはじゃあまたいずれ。いずれ。はい、次の機会にでもお話ししたいと思います。はい。ということで、今週はここまで。ここまで。うん、はい。はい。じゃあまあ次回またお会いしましょう。はい。はい、しましょう。See you next. 猫で。お待ち。あ、チー言ってしまった。ん？いいよ。